多分意外と知られてないけど、うん、あの全家庭入れた方がいいと思う。へえ。アメリカの軍隊とかのサバイバルキットとかにも絶対入ってるの。はい、皆さんこんにちは。レスキューハウスの時間です。今回は隊長っていつもレスキューハウスでも防災グッズをちょっといろいろ紹介してると思うんですけど、ちょっとそれでちょっと疑問に思ったことがあって、今日本で防災グッズっていう認識をされていないもので、隊長がこれはちょっと防災グッズとして認識してみんなも知っておいた方がいいっていうものはあったりしますかね。なるほど、それ面白いな。だから今の日本の、防災対策とか防災グッズって各家庭準備してるよねっていうところで、けどその家庭とかでは準備してない、はい、見当もつかないようなことっていうか意味、そうです、意外なっていう意味、意外な、そうですね、なるほどな。確かに。けど必要であろうっていう消防士の経験とかを通してってことだよな。はい、それを一つずつ、はい、俺だけ言ったらいい。いや、一つずつ。ああ、なるほど、ね。僕も、はい、消防の経験を聞いた上で、しかも聞いた上で既存にないやつってことですもんね。防災グッズとして認知されてないけど、やつ意外と役に立つ、おすすめできる防災グッズ。で、そういう意味やんな、はい。そういうことです。ちょっとハードル高いな。難しい。じゃあそれはどっちから行く？じゃあ僕から行きましょうか。はい、シャンプーハット。お、なるほどなるほど。なんでなんで？なんとなくその雨とか、台風の時、やっぱ視界が、視界をちゃんとやっぱりつけないと乗り切れない、乗り切れるってない、乗り切れない、乗り越えられない、乗り越えられない、のでそれを防げると。絶対防げないです多分。話しながら思ったんですけど、舐めてた。台風舐めてた。台風舐めてた。けど面白いかもしれんな今の。だってシャンプーハットで確かにゴーグル的なことする。そう、ゴーグル的なイメージをしたってことです。おー、なるほどね。皆さんも何かありますか？視聴者さんにね、気になるよね。まあ、もし皆さんも今思いつくことあればコメントでどんどん入れていってください。なんか前々さ、この企画持ってきた時に、これ意外じゃないのっていうところとかなんか思いついたことある？いや、ちょっと単語だけ聞いたことがあるんですけど、エアベッドっていうものをちょっとこの間ちらっと知って、ちょっと私の家には用意してないんですけど、それはあったら便利なのかなって。ああ、なるほどね。いや、それはすごい便利。俺んちの防災グッズにも絶対入れてる。エアベッドってもう簡単に空気のベッド、だから車の中でも使えるし、避難所って地べたで寝てしまうと体温、熱の体、まあ、体の熱っていうのが地面に逃げてしまうわけよ、それをマット1枚、そのエアベッドっていう簡単に膨らませるやつさえあれば、快適な睡眠も地べたよりかはマシになるし、やっぱ睡眠をの質を上げるっていうのは被災生活ですごい大事なことです。だから前もすごいいい視点かなっていうのは今感じた。なるほどな。単価で言うと大体2000円とか3000円とかで手に入るから、あの子供とかそのおじいちゃんおばあちゃんとかがおる、俺は別に地べたでも土でもどこでも寝れるタイプだからさ、その自分の大切な人にはプレゼントするのはいいかなと。確かに。他何かある？めちゃくちゃいいんじゃん、エアベッド。なるほど。グラサン？ほうほうほう。何とかが、確かに俺も入れてない。やったっすかなと思ってて。入れてない、入れてない。視界系が。結局やっぱ死体生活行くときも、やっぱおしゃれした方がいいと思うんですよ。おしゃれは、おしゃれしたことで、その、ストレスを軽減していく。ちょっとかけて、みんなちょっとドヨンってなってるところに、ちょっと、みたいなことやればエンタメで、その場の空気が和むと。その空気和むし、視聴者さん怒るで、ほんまにそんなに言うたら。俺が最後皆さんに伝える意外な防災グッズっていうのが、多分紹介したことないと思うけど、コンドーム。絶対的にコンドーム、絶対的にコンドーム。そう、
これ多分意外と知られてないけど、うん、全家庭入れた方がいいと思う。でコンドームってそもそも何っていうところやと思う、うん、性行為に使う時に使用するものだけと思ってないみんな、うんうん、これアメリカのサバイバルの、軍隊とかのサバイバルキットとかにコンドームっていうの絶対入ってる、うんうん、なんでかって言ったらコンドームって衛生面抜群なわけやんか、うん、じゃあどうする、もし大量出血してたらここ血がれきにバンって当たって大量血が出てたらどうやって止血する、手で止めるしかないよな何もなかったら、それかタオル、タオルって新鮮、衛生面どうなの、そこまで綺麗なタオルやったとしても衛生面的には多分 NG よ、菌もいっぱいついてるし、その時に直接圧迫止血とかもコンドームに手を入れてこうやって使う。なるほど、ね、であとコンドームって水入れたら分かるけどもう数リットル入んの、ウォータータンクにもなる、だから衛生面で直接圧迫止血とか応急処置、例えば止血帯って言って血をここでこうやって血をパッて止めるやつが、それもコンドームってゴムやからさ、キュッて縛ればここに止血処置もできたり、直接圧迫止血って言って応急処置もできたり、ウォータータンクって言って、まあ、水の持ち運びとかにも使えたりするわけ、でコンドームってすごいいろいろ活用術あって、なんやね隊長と下ネタいきなり挟んでくんなと、うん、多分視聴者さん思ったと思う、ね、うん、けどこれは俺防災講演とかでも絶対に言ってること、うん、しかもコンドームの大きさってどれぐらい、これが幅取るコンドームトラ、いやもうこんなに、これを数枚入れるだけなの、だから防災グッズって持ち運びとかに負担がかかってしまうとそれこそリスクやでっていう過去動画で言ってるやんか、じゃないやこれ、持ち運びもできる、何個もちっちゃいの、だからその俺は普段から持ち歩いてる、防災グッズとして、防災グッズとしてですか、そう大丈夫、大丈夫、はい、です、はい、防災グッズとして、あ、よかったです、はい、だから皆さんも多分知ってる人は知ってるんですよ、こういうの消防の人とかも知ってるし、自衛隊の人も絶対知ってるんですよね、防災グッズとかサバイバルグッズとかコンドームがすごい役に立つとか、だから俺が防災グッズをもう少しで開発すると思うんで、その時は多分コンドームっていう衛生的に抜群なやつを入れていこうかなっていうのは考えてる。なるほど、楽しみですねそれは、だから皆さんも何か今回でこの動画で挙げたのは、シャンプーハットとエアベッドとサングラスとコンドーム、この4つ以外に多分皆さんもこれ意外と、意外と面白いし、いい活用方法できるとか何かあると思うんで、そういうのも僕たちのちょっとコメントに書いていただいて、僕たち自身が学ばせていただければなと思いますので、ぜひ視聴者さんのお声を聞かせてください、はい、ということで今回の動画が良かったと思う方はいいねやコメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、助かる命を助けるために、これからの情報社会において生きるも死ぬも簡単に選べる時代になりました。先輩消防士のお話、よしポンプとアンビュランス、初めての災害現場、